ラニアスよ、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、ヨゴです。昨日久々に会った友達に挨拶の真似されて、お前動画始めるときこのように言うでしょみたいな。はずい、やめろよ。さあ皆さん、大好評2日酔い企画、2日酔いです。はい、最近お酒を飲むと百発百中二日酔いになります。なんならこの間初めての三日酔いを経験して、もうお酒は二度と飲まない。はい、そういう風に誓ったんですけど、飲みました、また。うん、なぜならバカだから。今回本当に軽度の二日酔い、別に吐き気とかそこまでなくて。だからさ、この間なんか整形やり直した動画を上げたじゃないですか。それでひよこんちゃんはよくお酒を飲んで吐いてると思うんですけどっていうコメントが来て、何を思われてるの私は、ファンの方に、と思って。言ってるのかな、私はいつも、あの昨日も吐きましたねみたいな、いつも吐いてるんですよとか言ってるのかな。ちょ、何言ってるか私覚えてないから、自分が YouTube で、うん、あれなんですけど、もうなんかいつも吐いてると思うんですけどみたいなコメント来てて、本当に面白かったですって。これ4回ぐらい振ったんですけど、すぐ沈殿しちゃって、これ1回開けたらもう振れなくなるからね。こう毎回毎回沈殿するんだったらあれだなと思って言わせてもらうけど、まあどうせ沈殿するんでしょうね。黒ごまミルクみたいなの頼みました。なだれココいらない、なだれココ追加オプション頼んだの、いらない、余計なことやめてください。なんか合唱団みたいじゃない、かわいいかも。いただきます。この間妹で、私金髪似合うかなみたいな聞いたのよ。いつも黒じゃないですか、髪が。黒か、まあ赤寄りの黒。まあまあ黒ですよ。いつも黒なんだけど。私金髪似合うかなーって、おばさんになったら私はボブにしたいからさ、あの、パリジェンヌみたいな。ボブにしたいから、あの、おばちゃんになる前にちょっと一回金髪やっときたいんだよね、似合うかなって言ったら、まあ化粧しとったらいいかもしれんけど、すっぴんで金髪はきついねって言われて。確かに。そうなりました。いただきます、キャプテン。いただきます。美味しい。でまたコメント欄でシリーズないけどさ、コメント欄でひよこんちゃんってまろちゃんにおもちゃを一日何百回投げているんですかみたいなコメント来たわけ。よくぞ聞いてくれた。てかやっと、うん、やっと聞いてくれたね。ずっと聞いてほしかった。私まろに一日何十回おもちゃ、何百回おもちゃ投げてんのって。マジでありがとうございます、聞いてくださって。知りません。で答えなんですけど、お答えするとその質問に、知りません。うん、知らないけど多分200回ぐらい投げてますね、確実に。起きてから寝るまでの間、もう投げてるっていう意識を、なんて言うんだろう、せずに投げてるんですよ。なんかいつも動画を見てる時も、編集中ね、自分動画見てる時も、こんな投げてんだおもちゃってなるぐらい、もう無意識に投げてるから、多分1日2、300回投げてると思う。時給もらえる、マジで。マロ、私はね、マルちゃんと遊びたい、マルちゃん楽しいんだったらそれでいいし、別に、まあちょっとこれは綺麗事だけど、あんまりいいとは思ってない、はっきり言うと。ちょっと疲れるしね。時給いただけますか。うん、うーん、おいしい。うーん、うまい。これ二日酔いあるあるかないないか知らないけど、二日酔いでさ、ちょっと気分良くなってきたらご飯食べれればと思ってご飯食べて、一気に具合悪くなるみたいなことあるんやけど、みんなどう？ご飯食べたらめちゃくちゃ具合悪くなったりしたん？二日酔いぶり返しみたいな。ヘパリーゼって意味ある？私いっつも飲みよるんやけどさ、なんか紛らわしいみたいな感じで、お気持ちみたいな、お祝儀とお祝儀一緒ですね、お気持ち程度で飲んでるんですよ。意味ある？毎回二日酔いになるんだけど。それともヘパリーゼに意味はあるんだけど、その意味を超えるぐらい私は飲んでんの、酒を。どっち？これみんな意味ある？ヘパリーゼマジ効きますっていう人、効かないですっていう人、ちょっと両方意見聞きたいですね。まあ今後も飲みますけど、ヘパリーゼ。マジでうまい。
美味しい。なんかさ、私何やってんだろうみたいなことが定期的にあるんですけど、例えばよ、みんなで大人数でおるときとか、まあ、知らない人のパターンが多いかな。相手が知らない人で、え、なんなんなんとかやってくださいとかさ、これ私の職業柄の話じゃなくて、まあ、みんなにもあり得る話だから、そういう風に聞いてほしいんだけど、まあ、なんなんだよねとか、なんなんやってよとかさ、そういう風に言われて、その時はみんないるし、パッて言われたことだからさ、なんて言うんだろう、パッて対応しなきゃと思っちゃって、その言われたことを、その人が言ってることをよく考えるみたいなことをなしにやったりとかする。なんだけど、後日よく考えたら、あれめっちゃ嫌だったなぁ、みたいな。なんで私ああいう時やっちゃうんだろうみたいになることない？あれめっちゃ嫌だよね。その場で嫌だったら分かったらいいんだけど、後々考えたらめっちゃ嫌じゃないあれみたいになった時ってさ、どうしようもないじゃん。もう怒りをぶつける先もないし。なんならその時の私はなんか心よい対応みたいな。自分も別に嫌と思ってませんよみたいな対応しちゃってるもんだから、後から言ってもあれ意味ねえなみたいななることないさ。落ちないんですけど、この話。はい。うん。いつもわけわかんない話してた。違う、なんかメモしてた。みんなに話したいこととかを全く話せずに終わるから。今日私がちょこちょこ思っていることを全部出す日ですよね。でも全部オチがないからみんな聞いて楽しくないかもしれないけど。若干私が人生、今まで、ね、生きてきて、なんかこうだね、こうなのではって思ったことをちょっと今日小出しにしていく。うん、気づきの多い人生で毎日何かに気づいてるんだよな、私。これってもしかしてこうじゃない？みたいな。最近友達と飲みに行ったりとかさ、最近気づいたことがあるんだけど、で全部話が始まるの、私。全部話の始まり方が最近気づいたことがあるんだけど。てかさ、この間だとかじゃない。最近気づいたことがあるんだけど、友達に気づきの多い人生だねって言われなかったんだけど、言われなかったから、自分で言った。気づきの多い人生で、すいませんね、サッカー本当に気づいたことがあるんだけど、気づいたことあるんだけど、って。なんか昨日友達と飲みに行く前に居酒屋に行ったんだけどさ、お通し出てくるじゃん、居酒屋ってよく。で、そのお通しはもずくときんぴらごぼうかなかったよね。私、もずくもきんぴらごぼうも両方大好きだけど、もずくがめっちゃ食べたくて。で、とりあえずなんか一口ずついけるなぐらいの量だったから、一旦一口いただいたのよ。で、何十分経っても友達は食べないから、ちょっと食べないんだったらいただきたいと思って、もずく好きって聞いたよ。そしたらこう、気の利く友達だから、多分私はもずく好きって聞いた時点で私は食べたいと思ってるってことをさせてくれて、食べていいよって言ったの。え、誰と思って。え、もず食べたい、食べていいよとか言ったら分かる。食べていいよって言ったら、ほんとこれ、めっちゃ無意識にやってんの、しかも友達も。ゆっくりやるならさ、受け狙いって分かるじゃん。食べていいよとか、もうそんなんじゃない。食べていいよみたいな。私は突っ込んでも分かってなかったし、今食べこんなんやりよったよみたいな言ったら、やってないよとか言って、やってましたよ。うん、そんなんはどうでもよくって、なんか気使えないなって人いるじゃないですか。あ、この人気使えないもうねえ。で、友達の相談とかでもよくそういう話聞くわけ。マジで彼氏は気使えなくてさとか、誰々が気使えなくてとか、なんであんな気使えないんだろうみたいな話をさ、よく聞いて。でもさ、それでもう思ったことがあって、まあ、自分も思ってしまうことあるわけ、他人に。私も他人からしたら気使えないなって部分もあるだろうし、私が他人に思うこともあるって感じなんだけど、気使えないなって思う人って、結局優しい人なんだろうなと思って。あ、気使えないなって思ってる側じゃないよ。思われてる人ね。気が使えない人ってなんか結局優しい人なんだろうなと思う。っていうのがあって、なんでこんな嫌なことしてくるんだろうこの人みたいな、とか、なんかそのなんでそれ言っちゃうんだろうとかいうようなことをしてくる人っているじゃないですか。でもそういう人たちって自分がされて嫌じゃないから、自分がされて気にならないから無意識に相手にやっちゃってるってパターンが多いと思うんですよ、私。まあ例外もありますよ、もちろん。いじくその悪い女ですとか、いじくその悪い男、どっちでもいいですけど、まあ、やってくるやつもいます。嫌だろうなーと思いながらやってくるやつは いると思いますよ。それは例外。
めっちゃ仲いい友達だってもなんか、あ、それやっちゃう、それ言っちゃうみたいなのをやってくる人って、まあ単にそれをやられたら嫌だと知らないからっていうのもあるだろうし、自分がされても気にならないからやっているみたいな節があると思うんですね。だからその気の利かない人っていうのはさ、まあ、例えば例で挙げると、じゃあまあ私が家にいますね、彼氏がお仕事に行ってました、で彼氏が今日僕何時に帰ってくるよって言ってます、あ、分かったっつって、じゃあご飯をその日家にいる方がご飯を作るというカップルのルールで、あ、分かった、じゃあご飯作っとくね今日私が、で彼氏が何時に帰ってくると分かっている、じゃあ私だったらその着く時間に合わせてご飯をもう作り終えておくんですけど、そうじゃない人もいるじゃないですか。そうなった時に、え、なんで帰ってくる時間を言っているのにお前ご飯を作っておかなかったのみたいな、帰ってきた瞬間、じゃあご飯作り出すねみたいな、お前一日家にいたんでしょ、何やってんのみたいな、そういう感じのことがあったとするじゃないですか。でももし後者だった場合、まあ、あの後者っていうのはその家に着いた途端に料理を始める人みたいな、家に着く時間に合わせて料理を作るわけではないみたいな人って、多分自分がそれされても気にならない人だと思うんですよ。だからね、まあ気が利かないって、まあ、別にそれいいことではないんだけども、逆に言えば本当に優しい人なんだろうなっていう、人にも優しいんだろうなと思うんだよ。私はさ、自分にも厳しいけど人にもすごい厳しいから、これあんまり自分の好きな嫌いなところなんだけど、人にもすごい厳しく思っちゃうの。自分が気が利く分相手にもそれと同じことを求めてしまうから、目につくとこ多いと思うんだよね、人の。え、なんでそれしない、なんでこれできない、なんでそこでこうやって先回りしてこういうことを考えられないみたいな。でもそれって自分がそうしてほしいから相手に求めるわけですよ。だから気が利かない人とかって多分それを相手にも求めてないから、別に優しくて寛大な人が多いんだと思うなーって思った。だからって別に気の利かない人最高とか言ってるわけじゃないんだけど、まあでも、もう逆見れば優しいなーと思って、逆に私みたいななんかこう自分もできるから相手に求めちゃうみたいなのも、なんかそれもそれでなんか、いいとは言えないし、別にまあちょうどいい塩梅が必要ですな。このさ、この間このリリートを撮影させてもらったんだけど私がライリーにめっちゃ近づいてこうやってやるときあったの。そしたらライリーがめっちゃ困って、まあ難しい問題ですなって言ったシーンがあったんだけど、あれが好きすぎて最近ずっと言ってる、全然難しい問題じゃないシーンにも、まあ難しい問題ですなって言ってる、一人で、いやいや一人では言ってない、友達とかがいるときに言ってる。でめっちゃ質問来てたんですけど、コノさんとライリーに私がパジャマを持って行ったんですよ、着てもらいたくて。パジャマ系 YouTuber っていうなんか自称だから、パジャマ持ってったのね。あれどこのパジャマですかってめっちゃコメント来たんで今お答えしますと、コノさんの方に貸していたパジャマがあれジェラピケで、ライリーに貸していたのがスナイダルホームのパジャマです。はい、で今売ってるかわからない、なんだけど、はい、スナイデルホームと、ジェラピケのパジャマです。かわいいよね。でしかもコノさんにウサギさんを貸して、ライリーに猫ちゃんを貸したの。なんか解釈一致すぎるみたいなコメント来てマジで嬉しかったでしょーと思って。コノさんはなんかウサギちゃんっぽいし、ライリーは猫ちゃんっぽいじゃん。俺似合ってたね。かわいいですよ。なんかさ、モナってマジでヤバくて、ずっと見てくるわけ顔を。しかもなんか妹とかさと3人でこう会話したりとかしたら絶対話に混ざってくるわけね、間に入ったりとかして、ずっと人の顔見てるのを喋ってる人、多分一緒に喋ってる気持ちになってるんだけど、かわいいボギー、でこうやってずーっと多分何の用もないのにさ顔を顔見してるわけ。今もずっと見てるでしょ私のこと。黙って見てんじゃねえよとかたまに思うんだけど、黙って見るに決まってるよね。よく友達にこんな犬いるんだって言われるもんな。
本当に人懐っこいからさ、お散歩とか行っても知らない人にすぐついていこうとするし、みんなに挨拶するわけ。知らない人と会った人、会った人全員に挨拶するから、村は。で、なんか家に遊びに来た友達の膝の上に乗ったりとか絶対するし、膝の上に乗って初対面でもまずお腹をデローンと見せたりとか、うん、するからさ、こんなにいるんだってよく言われる。私もそう思う。こんなにいるんだっていう感じで、モナはめちゃくちゃマイペースで、マルは天真爛漫。だって性格がね、真反対なんだけど、私と妹みたいに。私と妹ってマジで性格が真反対でさ、あれなんかあったりとかすると、えぇ、マジ、こんな感じ。妹は何かあっても、え、マジ大丈夫なんみたいな感じ。憧れる、あの妹の淡白な感じ。うんうん。なんか学生の頃、なんか私の学校だけだったのかもしれないけどさ、学生の頃ってもうニコイチがいたり一面命みたいなとこあったんだけど、うちの妹マジでそれがなくて、二人とも一番下も次女も両方、まあなんか予定あれば遊ぶわみたいな、それぐらいなのよ。いつも春休み夏休みとかもさ、長期休みが来る前に私は絶対なんかビッグな遊びのイベントを何個用意していたりとかしたから、夏休み代々と代々と遊びたいなみたいなとこあったりとかするじゃん。まあ、みんなは分からないけど、私はそんな感じだったのね。だけど妹に夏休み前とかに、なんか誰かと遊びに行ったりするって言ったら、いや別に何もない、みたいな。二人ともそうなの。まあ、別に言わない。でも仲いい友達はいるのよ。ちゃんと何人も。なんかいいなと思って、あの友達に全く依存しない体質。もう学生の頃私めっちゃ友達に依存する体質だったから、友達がいなきゃみたいな。もう友達、みたいな感じだったからさ。うん。かっこいいなと思って。いや、でその依存してるのが悪いとか言ってるんじゃないの。だけどなんかその、あの落ち着きよう、自立みたいなのを、学生のうちから手に入れてるのすごいなと思って。結婚したいかって聞かれるとさ、結婚したいですとか、結婚したくないですとか特に言えないんだけど、結婚式だけしたい、結婚式したい。あれって結婚する人しかできないのかな。結婚式したくない。ちょっとなぜかっていうと、親友からの送る言葉みたいなのも聞きたいし、送りたいし、私も言葉、それだけでいいからね。結婚式したいです。ウェディングドレスも着たいし、結婚したいんだよな。やっぱさ、人生に一度、まあ、何度でも やって構いませんけど、まあ、人生に一度のなんか何、家族とか親友からのさ、一生忘れられないであろうなんか言葉という贈り物をもらえるわけじゃん。でさ、そんな幸せなことあると思って、結婚式したいな。なんかやっぱり私、人生で一番大切にしているもの、妹なんだけど、めっちゃ大切にしているものってか、まあ、愛してる、一番愛してる多分妹のことを。ひよもみは、まあ、キモくない、これ居酒屋のさ後半のトークになってきてるよね。語り部野郎、なんか俺はお前らのことをマジ好きなんだよみたいなモードになってる。ここから本当にどうでもいい居酒屋の酔っ払いババアみたいなことしか言わないと思うんで、興味がない人は最後まで見てください。興味がない人もよろしくお願いします。春休み中、まあなんか暇つぶしで聞いてください。洗濯物たたんだりとかしながら、ほいほい。なんかその妹のこと一番好きなんですよ。私妹大好きで、本当にさ、で妹はさ、こう言ってくれるわけ。ひーちゃんって呼ばれてるんだけどひーちゃんって字悪いよね、なんか、はい、まあひーちゃんって呼ばれてるんだけど、ね、ひーちゃんが言ってくれてよかったとかさ、言ってくれるわけよ。まあね、そりゃ、言うことはないですけど、別に自分から妹に今まで、その、なんか、どんなことをしたっていうか、そういうことはもう、自分から一切言うことはないけれども、まあ、それなりにね、妹と助け合ってすごい生きてきたんですよ、今まで。で、なんか、妹にひーちゃんいてくれてよかったとかさ、そんな風に言ってもらえるわけ。なんだけど、本当に頼っているのは私の方なんだなと思って、正直言ってさ、妹がいなかったら私ここまで
いなかったと思うんだよね。25歳、今年25になるけど、25歳分までちゃんと頑張れていたかなって考えるけど、多分妹がいなかったらもう本当に存在できていなかったかもと思うぐらいには妹の存在がでかいからさ、今ね、なんか守らないといけないって思ってたけど、まあ妹をね、なんでこの話してんだろう。結婚式なんか できないかもしれないからさ、ここでやらせて結婚式いい？妹って私の動画一切見ないから多分見られないんだけど、じゃあ何やってんのって話なんだけど、まあいいでしょ別に。結婚式を やらせてください。でさ、妹を守らなきゃとかさ、私が教えれることは全部教えたいと思うし、妹に。で、まあ、私が教えたことを全てだと思わないでいいし、私の意見を聞いた上で自分の意見と照らし合わせて、あ、じゃあここはひーちゃんが言ってることがなんかいいなと思うから取り入れようみたいな、そんなんでいい。だから妹にいっぱいいろんな背中を見せたいし、背中で語りたいじゃないですか。やっぱり言葉では何とでも言えるからさ、妹に頑張れ頑張れ、頑張ってない人に頑張れって言われても頑張る気になれないじゃないですか。だから頑張ってる姉の背中を見せたいし、頑張ればこんなとこまでいけるんだっていう姿を見せたいし、いろんな景色を見せたいんですよ。私が見せれる景色は、妹に見せれる景色は全部見せたいわけ。その妹がさ、そういう私を見て、ひーちゃんいてくれてよかったとか言ってくれるんだけど、いてくれてよかったって思わないといけないっていうか、うん、そう思ってるのは私の方だなと思って、実質的に本当に妹に頼ったりとかはしていないけど、あれしてこれしてみたいな感じで頼ったりはしてないんだけど、で心の拠り所として、なんか妹を理由に、勝手にね、勝手に私は妹を理由にして頑張れることが今までたくさんあったからさ、ありがたいなと思います。妹、こんな妹たちに最も私が感謝しているのが、誰にもお姉ちゃんがひよこんだということを言わないところです。彼女たち、もうね、なんか涙が出そうになります。私は妹のそういったところ、私だったら言うもん。だってお父さんキムタクですとか、キムタクだったら言うでしょ。ま、いや待って、私はキムタクさん級ってわけじゃないですよ、そんな当たり前です。でも自分がもしあれで、お姉ちゃんが、まあ、そこちょっと、なんか、有名な人とかって言うもん。まじ、お姉ちゃん何なんだよね。ちゅうもって言わないんですね。それ、それってもしかして自慢にならないからっていう可能性はないですかみたいな。思ってる人いますかもしかして。そういう可能性もありますね。はっきり言うと。でも、本当に高校の友達とか中学の友達がストーリーで私を上げていたりとか、目の前で私の動画を見てたりするらしいの、友達が。それでも言わないって結構、本当にすごくない？で、これ自分で言うのもなんだけど、その、恥ずかしいとか思ってるってわけじゃなくて、私が言わないでってお願いしてるんですよ、ずっと、小学生の頃から。なんでかっていうとさ、私がさ、もしそれで、じゃあ妹のお姉ちゃんが私っていうことをさ、周りに知れ渡られたとするじゃん。ほんで私がさ、とんでもない不祥事とかを起こしてみてみよ。もうそんなの、妹にも迷惑がかかるじゃん。守りきれないから、そんな、私の見えないところに何か起こっていたりとかしたらさ、妹のこと守りきれないから、絶対に言ってはいけないよって言って、黙っててくださいとお願いしてるんだけど、それをちゃんと守って、親友にも言わないっていうスタイルを貫き通してくれる妹たちが本当にありがたい。ありがたい。しかもなんかね、若干、バレちゃったりとかしたこともあるんだけど、一緒にいるとこを、まあ、たまたま見てたりとかして、友達が。そういうので、こう聞かれたりするじゃないですか、やっぱり。え、お姉ちゃん、ひよこなのみたいな。そういうのってやっぱちょっと、鬱陶しいと思うんだよ。なんか、自分に関係ないのにさ、そんな質問来て。なのに私には一切文句を言ってこないから、ああ、器のでかい妹だなぁと思う。本当に感謝してます。何の話してるんだろう、ずっと。まあ、でも妹の話とかあんましないじゃない、まあ、してるか、いっぱい。まあ、でも妹が大好きだっていう話はあんまりしたことがないから、なんか、ひよこにとってピグマメちゃんたちもすごい大切な存在だから、ピグマメちゃんたちもぜひお話ししようと思ってお話しした次第ですが。マジで編集中こいつ語りすぎキモと思ってさ、妹の部分の話カットとかしたりしたら
動画半分の尺になるってことに気づいてびっくりした。妹の話私15分ぐらいしてない？誰が興味あんのって話だけど、まあねえ、ピグマちゃんがいつもお話聞いてくれるから気持ちよくなって喋っちゃいました。ありがとうございます。なんかやらないといけないこと山積みで、で今週ちょっと大阪でお仕事があるので、フリマのお仕事があって会いに来てくれるピグマムちゃん、楽しみにお待ちしております。お洋服も準備終わりましたので、はい、ぜひねお手に取ってもらえると嬉しいなと思うんですけれども、今週はちょっと大阪でお仕事があるからそれまでやらないといけないことがバカみたいに山積みになってて、正直どうしたらいいか分かんないですね。ということです。うん、みんなね春休み楽しんでください。ぜひ楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アニャン。早く寝ろー。早く寝てよ。